自分が変わるラジオ、今日もご視聴ありがとうございます。心理カウンセラーでビジネス瞑想家の本田由美と、はい、アシスタントの西田がお送りします。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ先生、今日もお便り届いてますので、はい、はい、読ませていただきます。お願いします。こちら40代女性からいただいてます。夫から細かすぎると指摘されイラッとしています。逆に夫は大雑把な性格です。逆にね、はい。最近夫の嫌なところばかりが目につくようになりました。うん、どうすればいいでしょうか。これはバトルですね。バトルですね。そうそう、バトルだからそのさ、うん、細かすぎるって指摘されるから、はい、あなたの方が大雑把よ、言うよ、お前が細かいんだよ、あなたは大雑把なんでしょう。これバトルですね。やり合いですね。はい、なんかストレス溜まっているからストレスが余計溜まっていきそうなバトルですよね。そうですね。はい、はい。要するに相手の嫌なところまでがすごく身につくようになったっていうことなんですけれども、はい、例えばその細かすぎるからこそいいところってなんだろうね、うーんって聞いてみたら、おー、あなただって大雑把じゃない、でも大雑把だからいいところってこういうところよねって、そういうふうにお互いに言ってみるっていうこともいいですよね。はい、ああ、なんかいいですね。うん、はい、そういう会話ってよくないですか。すごくいいですね。バトルするばかりではなくてね。うん、それから身近な人ほど忘れてしまっているのがありがとうとごめんねという言葉です。はい、だからそこを指摘されて、あ、こういうことも逆に良さとしてあるよね、ありがとう、逆にこういう大雑把さがあるからあなたのいいところはこういうところなのよね、ごめんねって、はい、まあ、そんなに素直に言えないからバトルしてるんでしょうけどね。でもそこはね、なんかあえてチャレンジしてみてはどうでしょうか。はい、ね、島根県にすごく面白い風習がありまして、はい、これは、島根県だからなんかちょっと私もよくわからないんですけど、はい、なんかね、ごめんねありがとうの時は豆腐料理を食べる。豆腐料理を食べる。そうだから何でもいいんですよ。例えば今のご相談者の方、はい、あ、なんかごめんねありがとうっていうのがなかなか言えない時、はい、ご飯の中にお豆腐にありがとうって海苔で書く。器用ですね。豆腐にごめんねってなんかあの明太子の粒のチューブで書くとか。いや別にお豆腐じゃなくてもいいんですけど、はい、そういうふうにあえて言葉で言いにくいんだったら、そういうご飯に一緒に出れば良くないですか。なるほど、優しい気持ちになります。優しい気持ちになるよね。いいですね。はい、そういうふうにいろんな工夫をしてみてください。長く長くずっとともしむらがまでってお約束したお二人なんだから、はい、いろんなことをあの手この手でお互いをね、ありがとうごめんねをやっていると、細かなところに指摘されたことも、相手もあなただって大雑把じゃないっていうことも少し和らいでいくかもしれないですね。はい、どうでしょうか。ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。はい、西田くん参考になりますか。西田くんのとこ穏やかだもんね。そうですね。でもまあバトル時もあります。あ、バトル時あるの。そうなの。引っ張り合いみたいな。想像つくんだ、穏やかな西田くんからは。あります、あります。みんないろいろ ね、まあ、そうですね、家庭の中でありますからね。そういう時こそこういう工夫ですね。そう、工夫、豆腐を食べる、ね、豆腐を食べる。はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、このチャンネルではですね、本田由美先生のご質問ご相談などオールジャンルで随時受け付けてます。そしてさらに詳しく個別にお聞きしたいという方はですね、概要欄にあるホームページの URL からカウンセリングの申し込みもできますので、こちらもぜひご利用ください。ご利用ください。お待ちしてます。はい、お待ちしております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。